旅の終わりは、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フー・4シリーズが13話にして、第4シリーズの最終話。2008年7月5日に BBC1 で、初めて放送された。本作は6月28日に放送された、盗まれた地球に続く二部作の後編であり、スピンオフシリーズ、秘密情報部トーチウッドと、ザ・サラジ・ジェーン・はアド・ベンチャーズとのクロスオーバー作品でも、ある。 放送時間は第4シリーズの通常のエピソードはよりも約20分長い65分であった。本作はキャサリンテートがドナ・ノーブル役でレギュラー出演する最後のエピソードとなった。本作ではかつて異星人ドクターと共に旅をする。 コンパニオンであったサラ・ジェーン・スミスとマーサ・ジョーンズが宇宙を破壊するダーレクのリアリティボムに対して独自の大量破壊兵器の準備を進める。旅の終わりは主に肯定的なレビューを受けたが絶賛された前は盗まれた地球よりは複雑な評価をする者も,もいた。本作はラッセル・ティ・デイビスの制作したドクター・フーの 全4シーズンの集大成である。本作での会話には、ドクターの手がシコラックスとの戦いの最中で切断され、生え変わったクリスマスの侵略者の出来事への言及がある。また、本作はダレク族の誕生にも言及しており、ダブロスが惑星スカロのダレク族創造の場で、サラ・ジェーンと対面したことがあると語った。 ローズの愛の発言に対するドクターの返答はローズには聞こえているが視聴者には聞こえないままになっている。これはデイビスが永遠の別れを執筆した時に意図的に曖昧にしたものだがエグゼクティブプロデューサーのジュリー・ガードナーは永遠の別れのコメンタリーと旅の終わりのドクトル風コンフィデンシャルスペシャルでドクターが彼女に愛を求めたと述べた。地球を元の場所へ戻す。 サイの音楽は、とらわれの歌の終わりに流れた、ソング・オブ・フリーダムであり、第4シリーズのサウンドトラックに収録された。ラッセル・ティー・デイビスは、旅の終わりの脚本を2008年1月に書き始めた。撮影されたシーンでは、ドクターが、メタクライシス・ドクターに彼自身のターディス、育てられるようにターディスの卵を渡す様子が、描写された。このシーンは、 エピソードの最終編集まで残っていたが、バッドウルフ案でのシーンが長く複雑になると考えた制作チームが最終的にカットした。また、別のターリスを育てることがそう簡単なことで、あるべきではないとも制作チームは考えた。シリーズ4の DVD ボックスセットには、クリップ映像が収録された。ドクターフーのアッパーボートスタジオから数分の場所に位置する。 カステルコッホがドイツの城として使用された。カーディフの西数マイルに広がるサザーアンダウンの海岸は永遠の別れと同様にノルウェーの架空のワンダーリグウルブストランデンとして使用された。様々なコンパニオンがダーレクト話すシーンなど屋外での複数のシーンがペナースのアーコットストリートで撮影された。 ミッキー・スミスとジャッキー・タイラーが永遠の別れ以来の登場を果たした。KQ マーク4はザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズのストーリー・ザ・ロスト・ボーイ以来のテレビ登場となり、ドクター・フーへの登場は第2シリーズ同窓会以来となった。もう一人のドクターが制作した10本作の重要な登場人物の一人は、ドクターから作り出されたもう一人のドクターである。 ザスリードクターズやザ・ファイブドクターズ及びザ・ツー・ドクターズといった過去のドクターがそれぞれの俳優に演じられるエピソードと違い、このドクターは10代目ドクターと同じ外見である。本作に対応するドクトル風コンフィデンシャルのエピソードでは、デイビスは本作はとても忙しく、とても精神に関わる壮大で普遍的な規模のものなので解決するためには、 当然二人のドクターが必要だと説明した。フィル・コリンソン、グレアム・ハーパー、デイビッド・テナントは、テナントに似たミュージシャンのコラムリーガンを、ボディダブルとして使うことについて議論している。予算が無制限であれば、全身をテナントで撮影できたが、ドクターが二人同時に画面に映っている。エフェクトショットは、数が限られているため慎重に選ばなくてはならない、とコリンソンは語っている。 ハーパーはターディスを囲むテナントとリーガンが同時に写る写真について2から3枚のワイドショットでリーガンとテナントを一緒に使うことができたと説明した。ほとんどの部分では後ろ姿や腕、後頭部などのショットでボディダブルが使用された。リーガンのいるショットとリーガンのいないショットを撮り、編集で同じショットの中にデイビッドテナントが2箇所にいるように、 見える効果を生み出すことができた。本作は、プライドロンドン2008の一環として、ロンドンのトランファルガー広場で無料上映された。第3シリーズのフィナーレ、ラストオブタイムロードも2007年のイベントで上映が計画されていたが、セキュリティ上の問題で中止された。2008年クリスマススペシャル、もう一人のドクターの宣伝のため、ティーザー広告が追加された。 旅の終わりは BBC1 での本放送で1057万人の視聴者を獲得し番組視聴選挙率は45.9%に達した。本作はその週で最も多く視聴された番組であり初めてドクター風がこの順位につくこととなった。またアプリシエーションインデックスのスコアは91で全は盗まれた地球と同じ記録であった。 BBC ニュースのウェブサイトに掲載された記事ではデジタルスパイやエイントイットクールニュースのフォーラムに掲載されたファンの反応をミックスドと表現している。旅の終わりは32年ぶりにイギリスのテレビ視聴率1位を記録した SF 作品となった。前回は1976年7月のアメリカのドラマシリーズ地上最強の美女バイオニックジェミーであった。 本作は2008年12月12日にカナダで初放送された。カナダ放送協会が共同制作としてクレジットされているものの、カナダ放送協会は、次と60分の時間枠に合わせるため、エピソードから21分をカットした国際配信版を使用した。この編集では、多くのサブプロットだけでなく、様々なコンパニオンの最後の別れや、 ドクターが一人でターディスに乗っている最後のシーンが削除された。カナダ放送協会はその後本作の編集されていないバージョンをウェブ上でストリーミング配信した。デイリーテレグラフのサラクロンプトンは本作について冒頭がアンチクライマックスになることは避けられなかったと述べた上で特殊効果を称賛しドナがシリーズにもたらした温かさと ユーモアが恋しくなるだろうと綴ったガーディアンのルーシーマンガンは終盤のドクターとウィルフレッドの会話について誰にでも何かを与えると論評した。ザ・ステージのマーグライトは旅の終わりをトランプの家が崩れ落ちるようなものだと評した。しかし彼は盗まれた地球のクリフハンガーの解決には何の問題もなく再生がないことで騙されたと感じている人々を批判した。 彼はこのエピソードでは、ミッキーとジャッキーの必要性をほとんど感じなかったが、ドナは、これまでの仲間の中で最も悲しい結末を迎えたと、主張し、プロットをうまくまとめていたデイビスを称賛しています。彼は、本エピソードは依然として、大胆で、大きく、愚かで、しばしば痛烈なシーズンフィナーレであると結論づけた。デイリーミラー神のジムシェリーは本作を痛烈に、批判しており、 彼は、デイビッド・テナントが演じる二人のドクターに戸惑い、シリーズを通して、ドナにはほとんど進展が見られず、宿敵であるダブロスを救おうとするドクターの試みに戸惑ったという。別れの物語も上長で、テナントの生意気なおしゃべりで、エイリアンのイースト・エンダーズのような番組になってしまったと、酷評した。SFX のデイブ・ゴールダーも、批判寄りの立場で、アクションシーンや、 ドナやローズ及びダブロスとドクターの描写を称賛した。一方、マイナーなキャラクターが多すぎて、プロットが不完全に感じられると述べた。彼にとって、本作のプロットは整っているがそれだけであり、波外れてはいるが完璧ではなかった。スコットランドのデイリーレコード誌では、ポール・イングリッシュが本作を、またしても気合いの入った、ドクター風の冒険と呼び、脚本家で、 プロデューサーのラッセル・ T ・デイビスは映画のような壮大な雰囲気でテレビを作っていると述べた。多くの映画が2倍の時間と2倍の予算でこなすよりも1時間のテレビ番組の中により多くの緊張感、ユーモア、感動を盛り込んでいると評価した。彼は2005年に番組が復活した時の馬鹿げた雰囲気が旅の終わりでは失われていることを嘆いたがフィナーレは テレビの禁止等だったと結論付けた。デジタルスパイのベンドーソン・ジョーンズは本作を満足のいく壮大な結末と評価したし、特にドナの退場を通列で心に響くシーンを織り交ぜたものだと称賛した。なお、ダーレクのご都合主義とも取れる終演には彼らの脅威がそがれてしまうとして批判した。ラジオタイムズのウィリアム・ギャラガーは旅の終わりをイベントドラマや カーディテレビと呼んだ。彼は、クリフハンガーの再生には騙されたと感じたものの、本作のキャラクター作りを称賛し、テナントが史上最高のドクターになったとして、ドクター風そのものも最高のドラマであると評価して、最も勢いがあり、輝きが散りばめられ、高揚感のあるドラマだと論じた。TB、スクープのジョンベレスフォードは、 旅の終わりを今までに覚えている中で最も刺激的なドクター風のエピソードと呼び、第4シリーズのフィナーレを素晴らしく想像力に富んだ刺激的でアクション満載のものにしたと絶賛した。ラジオタイムズが2015年に行った読者投票では、盗まれた地球と旅の終わりがドクター風の最大のフィナーレに投票された。ありがとうございます。